のジオディエンってなってるやん。ジオディエン、ほらそうそうそう、前回生えてる。今はうわそう、暗、真っ暗、何にもない、何にもない、何にも見えないな、見えないです、真っ暗。おお、なんか見える？イエーイ、What the fuck？ このここももっと一回やばいな、これ。やばい。うわ。L字、これは一回ですよね。俺は出るの道は。これもまあもちろんもちろん閉まっております。全然。あ、僕の顔が。光があるとこはギリ映るけど、光がないところはもう全然映んないわ。あー思い出してきたわ、なんか2年分に来て思い出してきましたよ、まさきか。あ、ちょっと待って、あー3階、あの辺だね。うん、そうそう、ここはなんか子供のとこやけど、あ、すげえ。すげえ。空いてる。冷蔵庫はあるけど、冷蔵庫はついてるけどな。この店は多分空いてる。でも今と違う。今は閉まってる。閉まってる。とりあえずエレベーターで1階まで行きましょうか。これを起こってできるよ。そこはエレベーターないでしょ。エレベーター行こうよ。え？エレベーターで行こう。エレベーター。なんかあれやね、前より会社が増えた感じするね。うん、下はあまりないですね。そう、ま、上っていうか上って4階、5階ってある。とかそう、会社が結構あるね。3階あんまり何もないの、あの時は。そう、何もなかったよね、あの時はね。3階で全く暗い。うん、めっちゃ暗かったもん。何にもなかったもん、本当に。あの時は俺も髪の毛長かったから。そうそうそう、髪の毛くくってましたからね、あの時はね。多分コロナ終わったら、あのいろんな、まあ、企業をやってる人はここで、まあ、安いと思ってみんなでこれでやってみたいな感じですよね、うん、あれ？なんか明かりついてる、あれ。この辺じゃないよね。この辺ですか。こっから、まあ、あの1階に行くんだけど、あそこ電気ついてるぞ。あ、前のあれがマッサージじゃない。マッサージじゃない、あのプロじゃない、あの鮮度、あ、銭湯前の自宅時のなんかあったな、鮮度。ああ、銭湯か。前は言ったでしょ、鮮度みたいな店。あ、なんかあったね。それはまだやってんのか。そう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 、その銭湯です。ほう、シーツ交換って。ああ、覚え出した、思い出した。あ、ここは空いてるんだな。ずっと空いてるみたいな感じで、うん、前の2年半前同じ感じですよね。そうやね、同じ感じや。こっちは同じ感じです。まあまあ、ここ空いてるね。銭湯前は空いてるよ。前も空いてたっけ。空いてる。まあ同じです。本当？そう。空いてました前。まあ、あ、空いてたか。空いてたね。空いてる。空いてた、空いてた。そうそうそう。なんか空いてた。覚えてる。うん。なんか徐々に思い出してきた。なんかここはね、下はまあバーベキュー店みたいなのがあったな、前はな。前は先にここで行って、この下はあのショッピングモールって閉まってるみたいな感じであるよ。この、うわ。あ、ここのサオカオディエン閉まったな。閉まったですよ。ここのバーベキュー店は。え、これ？
どうだよ、忘れたよ。忘れたね。とりあえずまあ、なんか上上がろうか。この辺ですか？いや、ここの塔やったと思う。ここの塔。この塔やったと思うよ。とりあえず、上まで上がってみるか。とりあえず5階まで上がってみようか。OK、OK。一番上まで行ってみよう。一回。はい、5階あります。あ、5階無理。あ、4階はいける。4階までは行けるわ。ここめちゃくちゃ明るいな。外のエレベーターでね。めちゃくちゃ明るいよ。こっちか？だったと思うけどな。こっちか？あ、ここはなんか開いてるな。開いてるじゃん。どんな店っすよね。知らない。ここはここも開いてそうだよ。まだやってそうな感じするもん。中も電気ついてるし。どんな店？わからない。見える？見えない。見えない。わからん。でもあれやね。前より開いてる。そうそうそう。前よりお店は入ってる。ということはわかりますね。マジかよ。え。あ、ちょっと、あ、はい、なんでかしないよ。で、上に行くのは開くけど、下に行くのは開かない。下で。とりあえず3階行ってみようか。3階って見てみよう。もうよかった、動いた。よかったね、動いたよ。ちょっと見。あ、ここはなんかあれやね。あ、違う全然。じゃあ下で1階、あ、2階かな。うん。なんか前はどうやって入ったかな。どうやって入ったっけ前。なんかすごいホテルでボロボロやったよね。違う、いいかこっちは違うです。絶対に違うでしょ。なんか違うな。とりあえず外で見て探す。外まで出るか。そうこれ今2階か。2階。でもここ5階、ずっと5階だよ。ほら、ずっと5階。やば、5階です。これはやば。ずっと5階。今これ1階です。あ、ここはなんか開いてるよ。多分あの街って外の方向で店が開いてる。あ、なるほどね。こう道路沿いのところは開いてるところが多いみたいな。そうそう。まずこっちで。ちょっとこっち行くか。こっちか。でも前よりはちょっとだけ良くなってる。前は全然会社もなかったもん。会社もなかった、ね、でも下もこの電気はないですよね。そうやったね。でも暗いけど、このちょっと一つずつの電気が開いてる、今回は。これはね、あんまない。そうやね。あの時ぜ、まあそうそう。どうやっていったっけ？前の動画見るか。ちょっと待って。見える探す。見えるで探す？そう。できる。できる。ホテルみたいなのが今どうなってるかちょっと知りたいな。知りたい、前はこっちの辺ですよね。おしゃんしないな。思い出しましたよ。朝日くん、どこ？あっちだ。あっちに行かないといけない。そこだ。あ、分かった。あ、そう、こっち。こっちだ。本当？うん、本当。こっち。そこのエレベーターやった。まあ、でしょ、やばい。
この階段はめんどくせえな。ずっと回れてそう。そうそうそう、前、そうそうそう、思い出した。ここや、ここや。ここ。これ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 。ここから上に行ったんや。思い出したぞ。前もここから上に行ったんや。何階？ん？何階ですか？これね、なんかね、一番上に行ったんちゃうかな。あ、この階は L 字です。 L 字、はい、なんか広報がありますよね、このエレベーターの中。うん、これ陳三数路4階までどうぞみたいな。とりあえず4階まで行きましょう。そう、4階行きましょう、うん、お茶の店、うん、多分ね、ホテルはないと思う。もうなくなったかな。なくなった。お茶のお店になったから。そう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 。全部変わったかもしれない、ね。全部変わった。もう、まず4階で3階で探す。うん、どんな様子見るの？あ、あ、お、変わってる。ほら、こっちも。おー、よかったね。廃墟じゃん。ホテルは3階ですよね。ここ前 入れたもん。はい。どうぞどうぞ上がってください。でもこれ3階もこれキャバクラってなってるよ。同じ場所です。すごいな、もう完全に撤退、ほとんどの店が撤退してるけどキャバクラは開いてんねんな。あ、これもやな。同じ店やな。同じ店っぽいな。これ上行きたいよな、上。屋上どんな感じか。スロー、スロー。スローを買いにしゃ。スロー。ちょっと不思議やな、不思議な感じやんな。なんでだって廃墟で何にもないけど、うわここすげえ、うわもうボロボロ、うわこれ見てボロボロや、なんなん、何やったんやろうここは。こんなんもう時が経って朽ちてるよねこれ。あ、ジオディエン、これホテルですよ。開店中。うわ開いてる。あ、ホテルです。ちょっと撮ってみる。撮ってみる。ないっすね。なんか撮ってみる。許可ないし。許可ないからやばいか。やばいさ。外で言ってます。他这个酒店肯定有正门。正门，嗯。啊，应该正门在那边，在外面。这边是。嗯。うわぁ、これは何やったの。あ、多分これもホテルちゃうかな。ホテル？またホテル？うん、これもホテルやな。ちょっと待って、これ一緒一緒、ホテルホテル、汚いな、無人ホテル。ちょ見て見てよ。え、いるんじゃん。え、かい、ボーイ会社だわ。そうそうそう、それは廃墟、廃墟やな、これはホテルです。うわこれマジで怖いやん。開かないでしょ。開かない、開かない。夜これは肝試しやな。こんなん夜来たら、これ夜来たら結構怖いぞ。昼やからまだ明るいけど、やばいなこれは。そう、今もここ会社になってるわ。絶対あの時はね、あの天井はボロボロした。そうそうそう、天井ちょっと綺麗になってる。そうそう、なんか落ちてたもんな。そうだよ、ここや、ここここここですよ。
そう、なんかほらもうなんかこんなんできてるもん。お茶の店こんな感じやったってほら。へえ、そうそう、これはお茶と麻雀やってる店。あ、じゃあ3回見よう。廃墟じゃなくなってます朝日くん。確かに、もうもはやペイシューじゃない、いいじゃない、もはや廃墟じゃないです。おお、3回、とりあえず3回見てみよう。そうやね、だからこういうところでまあお茶飲みながら麻雀とかできるって感じやね。あ、さっきの居場所はな、あそこだね。そうそう、あそこ、あそこ、あそこって、うん、ここで。3階行く、3階行く。あ、確かにつくつくの店でまあオープンしてて、うん、そういう感じですよね。そう、全体的じゃなく、そう、ちょっとずつ、ちょっとずつ。へえ、はい、こっちはちょっとボロボロ。あ、そう、ここだ、ここに前おばあちゃんいたん。思い出した。ここにおばあちゃんいたん。3階もないな、全部ないよ、はい、全部ないです。ほら、ほら、あ、見えないっすよね。うん、あ、もうソファーとかはまだ置いてあるけど、置いてない。そっちは分かんない、あっちは多分なんもない、誰にもまあ出たとはないです。もう2回見ろ、2回見る。そう、ここも開かないでしょ、ここも。何やったんやろな。あ、ここでもジオディエンってなってるやん。ジオディエン、ほら、そうそうそう、前回生えてる。今はうわ、そう、暗、真っ暗、何にもない、何にもない、何にも見えないな、見えないです、真っ暗。ここかな、前入った。いや、こ、この下は、下は見る。ああ、うん、2階か、2階、2階はなんかまだありそうやけど、なんか書いてあるけど、こことここは貼ってあるからな。あれはキャバクラかもしれませんよ。キャバクラ、ホイソで書いてる会長、会長、会長ちゃんな、会長、キャバクラどうですか、会長。ここさっきんとこや、ほら、さっきちゃん2023、ほら、KTV って書いてあるやん。だから、あっち、あっちから入れへんかったとこ。いや、この門じゃなく、さっきの場所はあそこで、でも、これは全体的な、全部この店ですよね。そう、繋がってるんだよね。つながってるって、そうそう、さっきのこの看板は、さっきの看板は、この方向ですよね。あ、あったね、さっきの看板ね。で、こっちはちょっと見て、どんな感じ、うん、ちょっと見ようか、見よう、おお、閉まってるね。なんか見える、びっくりした今。大きい音するやん。もう見えない、見えない、うん、真っ暗、真っ暗、お化け屋敷みたいな、お化け屋敷。で、こっちは2、3階はまあポロポロしてね。そうやね、2階、3階、やっぱりこう、もう人が借りてないからね、こういうところもうずっとこう掃除もしてないって感じかな。まあでも上の前入ったホテルとかはね、綺麗に新しいとこが入ってたしね。確かに、残念ですね、会長。キャバクラ行けなかったね。朝日会長。キャバクラ。そう、中国のキャバクラは、まあ、KTV ですよね、うん。カラオケみたいな、うん。そういう感じです。イエーイ、イエーイ。What the
わ、このここももっと一回やばいな、これやばい、うわこれは来たね、これはどこでもう L 字で L 字やばい、 L 字で出る出る出る、 L 字回はやばいな、L 字これは意外ですよね。俺は出るの道はこれもまあもちろんもちろん閉まっております。見えない、何にも見えない、何も見えない、何にも見えない。じゃあ L 字行くか、 L 字で出る、この1階は入れないもんね、そこで鍵も閉まってるから、ゴミばかり。映ってんの？映ってる朝井くんこれ。出る？うわー、ちょっともう奥の方は鍵閉まってて見え、あの扉あるけど鍵閉まってる。一回これやべえな。でまあ LG 行こう。LG。地下はなんやろ？地下。まあ駐車場。駐車場かな。駐車場です。見てみる。見る？見ようか。前駐車場見たっけ？あのスーパーモールと駐車場ある。ああ、なんかスーパーなんかショッピングモールっていうかスーパーマーケットやな。見る？行こうか。で B1。そうそう、なんか前スーパーマーケットみたいなのと駐車場みたいなのがあったな、確かに。あそこで外で見てて。うん。入れなかったよね、確かに。入れなかった、まあ暗いな。うん。あの階段はね。うん、案外綺麗。案外駐車場、駐車場、駐車場、車いっぱい、車いっぱい止まってるやん。なんでだよ。これは。でもこれ綺麗にしたんかな。でさ、多分この住民たちの車止まってるって、あのこの辺の、この辺で。あ、借りてる感じだな。借りてるんじゃなく、まあ、借りてるですよね。借りて。あのマンションの駐車場は足りないみたいな感じですよね。じゃあ地下、もう一回地下行ってみる。多分もう一回地下もな、駐車場やと思うんだよな。地下に、ね、地下2階もおそらく駐車場。駐車場のこの作った会社は金貸すできるよ。そうやね、貸してね。貸して。うん、まあ、で絶対採算合わないけどね。あ、まあ、ほら、これも駐車場、ほら、もう全然、一人もいないわ。でも、この駐車場は車あんまりないっすよね。もうここは一個もないね、一台も止まってないね。そうそうそう。でも綺麗、すげえ、床とかもまだ全然綺麗。まあ、結構、流行ってるショッピングモールとかでも、この地下2階とか3階とか、全然みんな止めなかったりする。そうそうそう。もう車ほとんど止まってない。マジか。車発見。あ、1台あるね。1台ありました。ここゴミめっちゃ捨ててある。実はこれは普通ですよね、ゴミって駐車場って捨てて。あれはね、もし上がどのか密性が内装やってて、うん、捨てての場所は駐車場、うんうん、そういう感じですよ。これはうわ真っ暗やぞ、これ映って、ほぼ映ってないぐらいのレベルだな。え、なんかすんごい水の音が聞こえるけど、これなんすか、これなんだ、下水だ。ああ、下水か、地下の水道。なんでまあこんなもんか。全然、あ、僕の顔が光があるとこはギリ映るけど、光がないところはもう全然映んないわ。トイレ行くか。トイレ、あ、トイレあります？なんか汚いな、危ない。あ、このトイレ、ほうほう、トイレちゃんとある。ここは見て、なんか、あ、本当だな。汚いな感じですよね。うん、まあでも一応空いてるっちゃ空いてるんだな。うん、すごいトイレのアンモニアの匂いがな。だからもうここはほぼ使ってないわ。ま
ここはもう使ってないね。うん、おこっちの部屋がありますよね。なんかでかっ、この駐車場でかいですよ。でかいな。まあだってさ、このスペース地下丸ごと、このモールの地下丸ごとがあれだからさ、その駐車場になってるから。おこれも人も全然映んないよこれ。うん、さっきの もっと戻ろうか。戻ろうね。ああでもやっぱり進化してたね。進化してたね。そうそうそう、ちょっとずつが進化してます。そう、ちょっとずつやっぱ進化してますね、うん、真っ暗です本当に。見える？うん、朝日くんこれは見えるわ。まあ前はねこの駐車場見たことないですよね。見たことないな。ああそう、見てなかった前は。あずくん来ないで。来ない、エレベーター来ないで。あ、来た、あ、来た来た来た、よかった来たわ。遅いな、ちょっと遅いな。エレベーターが遅いです、うん、来ないだらどうする。来なかったらな、歩いて行くしかないよね。歩いて階段、うん、作らない。とりあえず外で見る。そうやね、外から見ようか。うん、おー、もう30、35分撮ってますね。35分、うん、長いな。長いね。もう夜やね。あ、もうちょっと暗くなってきたね、外も。今が6時20分なんで、もうだいぶ外も暗くなってきました。はい、こっちが外です。こちらが外です。はい。ああ、これは前のバイクの店ですか。バイクの店やね、あるね。うふう、雨ねえ。ああ、外はね結構人通りというか車通りとか多いね。こっちまで来たらお店が、やっぱこれも火鍋屋さんやし。お中継はね、50メートル歩いたら一つ火鍋があるみたいな。そう。どこにでも火鍋屋さんがあるみたいな。コンビニ感覚ぐらいでありますから。こっちはもう火鍋を愛してますからね。もうこの辺は普通だわ。普通です。うん、普通の日常って感じよね。普通です。まあこんな感じか。そう、そっちちょっと行こうか。そっちちょっと行って、正門ですよね。中ちょっと戻ろうか。そうそう、うん、羊肉、うん、やんろ羊肉。あ、外は結構掲示板とか光ってるわ、夜になると。じゃあこっちじゃないよね。違う。あそこって真ん中の、はい、ゆるくじですよね。そうそうそう。そうでした、そうでした。そう、この辺来たよ。外で、コンビニ、シャオマイブで水は買ったでしょ。そうそう、水、その辺ですよね。ちょっと座って、あ、このコンビニですよ。座ったね。ちょっと外で座って
泊まるって休憩、一旦休憩しよう。あの時はね、その店。さあ。まあ夜は外で、まあ結構広告は光ってるな。お、なんか地面が光ってるぜ。あの時もあるよ。あの時もあったっけ。ある。怖ー、あの光見て。光は壊れる。光が壊れへんよね。壊れへんですよ。よし、はい、まあこんな感じかな。こんな感じです。はい、まあ今日はこんな感じでね、2年ぶりに以前撮ったね、まあ廃墟ショッピングモールを撮影しましたが、いかがだったでしょうか皆さん。ちょっと変化ありましたね。ちょっと変化ありますね。ちょっと変化がありまして、まあ、まだボロボロなところはボロボロだというような感じです。場所はいっぱいあるけどまあ少ないね。うん、そうやね。はい、まあ、こんな感じで今日はね終わりたいと思います。皆さんぜひですね、いいね、またコメントねぜひお願いします。皆さんの感想を聞きたいのでコメントぜひ書いてください。それでは、はい、再見。